アミュージックライフへようこそ。本日も素敵なゲストでお楽しみください。本日のゲストはソプラノ歌手の松永智子さんです。インタビュアーはヴェルディ芸術文化振興会の大場泰蔵さんです。皆さんこんにちは、大場泰蔵です。改めまして、本日のゲストはソプラノ歌手の松永智子さんです。松永さんは山口県のご出身で、高校時代より合唱を学び、広島大学文学部を卒業。その後ソリストを目指して、東京芸術大学音楽学部声楽科に見事に合格され、卒業後はイタリアにてオペラを学ぶほか、バロック、ドイツ歌曲、日本歌曲、宗教曲などジャンルを広げてソリストとして活躍されています。また合唱への思い入れも強く、多くの団体で長年にわたって合唱の楽しみをご指導されています。ナッツが大好きな優しい笑顔のソプラノ歌手です。それでは松永さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはじめに、ご本人のお人柄を感じていただくために突撃インタビューをお願いいたします。突撃インタビューです。三択問題となっております。当てはまらない場合は4番、全部当てはまっても一つだけ選んでください。音楽の中で一番好きなことは、1、大好きな音楽を聴く、2、大好きな音楽を教える、3、大好きな音楽を演奏する。個人の生活で優先することは、1、食べること、2、寝ること、3、学ぶこと。落ち込んだ時にそばにいてほしい人は、1、黙ってそばに寄り添う、2、いつまでも自分の話を真剣に聞いてくれる、3、いろいろな話をして元気にしてくれる。些細な夫婦喧嘩について、1、一度もしたことがない、2、たまにする、3、しょっちゅうする。2 衝動買いをしますか。1、とてもよくする、2、たまにする、3、ほとんどしない。します。子供や他人の世話をするのは好きですか。1、とても大好き、2、比較的好き、3、あまり好きではない。細かいところが気になりますか。1、とても気になる、2、少し気になる、3、気にならない。3です。デザートは何が好きですか。1、和菓子、2、洋菓子、3、あまり好きではない。和菓子。ありがとうございました。それでは早速インタビューの方に移らせていただきます。はい、山口県のご出身でいらっしゃいますが、はい、山口県はどういうようなところで育てられたのでしょうか。防府市といいまして、山口県の中でも瀬戸内側の真ん中のあたりになるんですが、あの菅原道真公が太宰府に流される前に立ち寄った防府天満宮があります。あ、はい、そういう史跡の多い場所ですね。そうですか。はい、ご家族はどんな家庭環境だったのでしょうか。父と母と弟が一人で、まあ、普通のサラリーマンの家庭に育ちました。特に音楽環境があったっていうわけではないんですか。そういうわけではないですが、まあ、あのクラシックは父も母も好きで、まあ、あのいろいろレコード聴いたりとかはしてました。なるほど、はい、そうですか。あの高校から合唱を学んだというふうに伺いましたけれども、はい、あのどのような過程でそういうふうに、中学頃からもう興味をお持ちだったんですか。もう歌が好きなのはもう小学校ぐらいから好きで、うんうん、学校の先生にちょっと自分の声を褒めてもらったりしたので、ああ私って歌が上手なのかなって思ってずっと好きだったんですけど、中学校には合唱部がなかったので、高校入った時に入学式で合唱部がハレルヤを歌ってたのを見て、もうこれは絶対入らなきゃと思って、そこから合唱にのめり込みました。なるほど、はい、その後にあの普通の大学の方に進学されてますよね。はい、そうですね。
もうその時はもう合唱ができればいいなと思ったので、もう学部はまあ適当にって言ったら語弊がありますけども、まあ、文学部に行ってその大学の合唱団で歌が歌えればいいなっていう感じで合唱やってました。なるほど、はい、それが一転して、はい、卒業されてから東京芸大というかなりハードルのある大学を目指されたんですよね。その広島大学の合唱団でボイストレーナーにいらしてた西尾勝先生がちょっとレッスンに来ないかっておっしゃってくださって、大学1年生の時から週1回レッスンに通うようになりまして、でそれで歌のソロの勉強も楽しいなと、合唱のみんなと一緒に歌うのも楽しいけどその前でソロ歌うのもいいなと思って、まあ、勉強できればいいと思いまして、そこから思い立ったんですけど。なるほど、1年生からお声をかけられたんですか。ですね、その時は合唱団のパートリーダーとか何人か先生のところにレッスンに行ってたんですね。でソプラノがちょっとこう弱いのでちょっと行ってみないかっていうふうに先輩に声かけていただいて、大学1年の夏ぐらいから通うようになりまして。そうですか、優秀だったんですね。そうですか。ずっと山口ですよね、それまで。そうです、広島大学に行くまではずっと18年間かな、山口。そうですよね、はい、そうするとその後いきなり東京に出てきた時っていうのは、どんな感覚なんですかね。そうですね、広島で過ごしてて、ちょっと広島って100万都市だけど大きな田舎みたいなとこで、こうすごく過ごしやすかったんですけども、そこから東京に行った時はもう全てのスピードが速いので、まず最初に芸大に行く時に上野で山手線を降りられなかったという、こう降りようと思ってのんびりしてたら乗る人がわっと押し寄せて御徒町まで行ってしまって、また戻ったっていうのがもう衝撃的な経験でしたね。まあ、とにかくスピードが速いので、もうもたもたしてると電車も降りられないのだなと思いました。人柄も本当にゆったりされてる印象を受けてきましたんでね。いやでもそれは素晴らしいことだなと思ってたんですけども。そうですか、やっぱり東京出てきた時そんなご感想があったんですね、はい、友達はいろんなところから当然地方からもいらっしゃったですと思いますし、東京からと、お友達とのお付き合いなんかどんな感じなんですかね。そうですね、そういろんな、もちろん現役で入ってる子たちもいますけども、割と浪人生が芸大の場合は多いので、私のように一つ大学を出てから来てる人っていうのも結構いたんですよ。だから割と私ぐらいの年代の人たちのグループもあったりっていう感じですね。そうでしたか、はい、そして卒業後はもうイタリアの方に、行かれてオペラを勉強されたわけですね、はい、どのぐらい経ってから行かれたんですか。大学卒業して、でその時についていた先生のつてで2年後ですかね、大学出て2年後ぐらいに先生が行かれるので講習会に一緒に行かないって言われて、でお友達と一緒に。なるほど、イタリアはいかがでしたか。いやイタリアはとにかく食べ物は美味しいし、でやっぱもう日本と違うのはこう石畳もそうですし、建物もそうですし、全て声がこうパーンと響くような、空気も乾いてますし、だからどんどん歌が上手くなるんですよ。いやすごい、私上手くなったと思って、で日本に帰ってくると今度ジメッとした空気がなくてあれおかしいなって感じで、とにかくイタリアはもうそういう、こう環境もそうですし、こう言語もそうですし、こう歌に向いている国というか、本当に楽しいとこだなと思いましたね。そしてその後もたくさんのジャンルに挑戦されてると思うんですけれども、特にソリストではいろいろなジャンルを探求されてますけれども、それは何か、興味がその都度ということですか。そうですね、バロックっていうのはちょうど私が芸大にいた頃に小楽器ブームがありまして、で楽器の人たちとか
とちょっと一緒にアンサンブルを始めたこともあって昔から興味があったんですね。でそういうバロック音楽もそうですけれども、あとはまあ日本歌曲とかもやっぱ日本人だから日本語が一番伝えられなくちゃいけないし、本当にたくさんある日本歌曲を歌いたいなと思ったのもありますし、いろんな先生との出会いもありましたし、あとはドイツリートも素敵だなと思いながらなかなかあの歌う機会がなかったんですけれども、あの佐々木先生という素晴らしい先生をご紹介いただいたりして、こういろんな先生との出会いがあって、うん、あの勉強させていただくことができてました。なるほど、はい、そうですか。あの松坂さんの場合はもともとは合唱からねその興味を持たれて、はい、その大学からどん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 このソリストの方のお仕事もされるようになって、いろいろな方とのアンサンブルもあったと思うんですが、ステージ上でいうと一番前に出たり一緒に行ったりということがあったと思うんですが、それぞれの楽しみ、合唱は合唱の楽しみがあると思うんですが、あのソリストはソリストで楽しみがあると思うんですが、そこら辺はどのように感じていらっしゃいますか？そうですね、もともと私は合唱が好きだったので、もう合唱っていうのはとにかくハーモニーを作ることができる、一人ではハモれないですから、こういろんな人たちと、もう年齢も全然あの幅広い人たちと一つの作品を一緒に歌うことで、あのハーモニーを奏でることができるっていうのがすごく魅力ですよね。でソリストはまあその合唱作品の中のソロももちろんありますけれども、ソロとして自分が例えば日本歌曲だったらその作曲家に向き合って深くどう表現するかっていうのを自分を表現することができるという意味ですごくソリスト の楽しみもあると思います。なるほど、もういろいろな本当のジャンルがいろいろだったり、合唱曲も当然そのジャンルに応じてあります、まあ岬曲も多いですけれども、それ以外のものもされてますよね。はい、そうですね。あとあのオペラシティでされていた、はい、あの舞台物もありましたよね。あのペルゴレージュ、奥様女中とか、はい、はい、ですから、ああいうのは今度お芝居も入ってくるじゃないですか。はい、いや素晴らしい、素晴らしい。そういうことはあんまり抵抗なくどんどんチャレンジできるタイプですか？そうですね、あの、若かったしっていうのはおかしいですけど、やっぱりなんかいろんなものをやってみたいなというのがあったので、チャンスがあればというのでやらせていただいてました。お芝居はお芝居でまた楽しいですし、合唱は合唱でもこういろんな今の日本人の作曲家の知られてない素敵な作品があったりとか、日本歌曲もそうなんですけれども、まだまだこう知られてないけど素敵な作品とか、そういうのに触れると、ああもうどんどんなんか歌いたくなってきたり、みんなでやりたくなったりします。なるほど、はい、あの合唱のご指導も長年にわたってされているんですけれども、はい、あのどんなことに一番気をつけられてますかね？そうですね、やっぱり合唱ですと本当にいろんな方が集まってくださっているので、年齢もありお若い方もいらっしゃるけれども、もう後期高齢者にこうなられてる方もいらっしゃって、その選曲が結構難しかったりしますね。私にとってはアニメソングっていうとこう馴染みがあって、で私の世代 のメンバーの方たちも好きなトトロだったりとかいろいろあるんですけども、ちょっとこう年を召した方だとちょっと知らないわってなったり、それよりも小関裕二さん の君の名はとか、そういう方が素敵だわって思う方もいらっしゃるので、なんかバラエティに富んだ曲を選ぶようにするっていうことと、あとはその団体によってあんまり難しすぎるとつまんなくなっちゃったりとか、でも団体によっては簡単すぎると飽きちゃうっていうか、もう飽きちゃうのでもうちょっと難しいのがやりたいとか、そのメンバーとかその団体によって選曲が一番気を使いますね。
もうね、20年を超えるようなグループも、はい、そうですね、ございますよね、はい、そうするともう0歳の方が20歳になっちゃうわけですから、すごく歴史を、っていうことはいろいろな、その当然年に1回か2回発表会をやると、すごいいろんな音楽、プログラムが蓄積されると思うんですけれども、その中で何か大きな思い出みたいなものはありますか？あ、そうですね、その20年以上経った合唱団っていうのはつい先日もコンサートをやったんですけれども、7月に11回目の2年に1回コンサートやってるんですけれども、11回目のコンサートが7月の11月に延期してやったんですけど、いつもお楽しみのステージみたいに、最後のステージはみんなでちょっと動きをつけたり、アニメソングだったり名作劇場だったり、映画音楽だったり、そういうのをみんな思い思いにこう衣装を着てやるんですけど、結構最初はみんな控えめに着てるんですが、どんどん回を重ねると、私こういう風なの着たいわ着たいわって言って、どんどんこう盛り上がって、すごい最後には華やかなステージになっているので、皆さんやっぱりこうお年を召しても着飾ったりとか、ちょっとこう少女の役みたいなのをしたりとか、そういうのがワクワクして楽しいんだなと思って、そういう企画のステージは皆さんいつも楽しまれてますね。そうですか、もう聞きするだけで、それを見に、多分ね、身内の方は毎年ご覧になる方も、毎年っていうか2年に1回ご覧になる方も多いと思うんで、そういう方たちも楽しみですよね。そうですね、今年は何やってくれるのかなとか、そうですね、そうですか、合唱ですとその音楽の楽しみ以外に、そこのサークルに参加することによって、新しい仲間、その自分の人生の新たな仲間が見つかるっていうことも大きな楽しみですよね。そう、だから歌ってるだけじゃなくて、多分その歌の練習の後のランチとか、お茶飲んでる時間の方が長いんじゃないかっていうぐらい、もうその時の方が声がよく出てるんじゃないかっていうぐらい皆さんね、それがもうセットで楽しんでらっしゃる気がしますね。話題を変えさせていただきますと、音楽で生活する難しさは、感じたことがかなりあると思うんですが、どのようなふうに、ありますね、感じてらっしゃいますか？そうですね、特にやっぱり女性はそのキャリアを積む年代と結婚、出産、子育てというちょっと重なりますので、私はちょっと子供を産むのが遅かったんですけど、39で産んだんですけれども、やっぱり出産の後のそのカムバックの仕方というか、やっぱり体も変わるので、腹筋だとか衰えてたりとか、そういうメンテナンスが難しかったり、やっぱ体が楽器なので、やっぱりこうちょっとくたびれてきたから買い替えるとかいうわけにいかないですので、でその後また介護があったりとか、そういうなんていうんですかね、いろんなこう目に見えないストレスだったり体の疲れっていうのが声にもすごく現れてしまうので、疲れると本当に声出なくなったことあるんですよ。この首とか肩とかがこう凝り固まってしまって、もう全然首の後ろが伸びなくなって、あ、これではダメだと思って、なんか自分のトレーニングする時間っていうのをきちんと取るようにしてっていう風にしないと、どんどんこうね、衰えていってしまうので、それに抗ってとにかくずっと歌えるように頑張っています。なるほど、はい、本当に大変だった時期っていうのがいろいろ、特に女性の場合、今おっしゃったように、その主婦になったり、主婦になると今度当然その両親の2人親がいることも多いわけですから、いきなり4人のお世話が始まったりとかですね、当然子供がいれば幼少期の子供っていうのはものすごく手がかかりますよね。そうですね、やっぱりそのバランスっていうのをどの時点ぐらいで感じました、考えました。もうとにかく私出産してから9ヶ月後にヨハネのソロのお仕事をいただいてたので、決まってたんですね。そう、決まってたんですよ。なので、で仕事に復帰したのが4ヶ月後ぐらいだったので、それに向けてどうやってこう
リハビリしていくかっていうのをもう、そうですね、生まれてからすぐこの子どうしようかとかって考えたりしましたね。あの生まれる前の話で少し伺いたいんですけども、あのソプラノっていうよりも声楽家の方にお聞きした時にこういうことがありました。お腹にいる間はかなりいい声が出てると、逆に支えもね結構いいのよなんていう方もいらっしゃったんですが、松永さんはどうでした？確かにあの安定期はいい感じでしたけど、もう出産間際になるとここら辺まで上がってきちゃうんで息がすごく吸えなくなってそう、8ヶ月ぐらいまで歌ってたかな。8ヶ月ぐらいの時ちょっとブレスが苦しかったんですよね。だから5ヶ月から7ヶ月ぐらいは結構こう重心下がっていい感じだったんですね。なるほど、そうですか。今までのステージで、ああやっちゃったっていうようなのが、そんなのあります？そんなのいっぱいありますよ。本当にもう思い出したくないようなものがいっぱいあるんですけど、それを一つだけいただくと何かありますか？あれは今も時々夢に出てくるとか。ああ、もうあのそうですね、やっぱりその子供がちっちゃい頃ってこう本番前にこう熱出したりなんかこう具合悪くなったりとかなんかいろんなことがあったりとか、風邪ひいたりそれをうつされたりとか、とにかくもう万全な体調で本番に臨んだことがないぐらいすごいもうしっちゃかめっちゃかだったりしたことがありますし、もう絶対間違えないはずなのに本番でループしちゃって違うところのフレーズを歌ってなんとか戻って、あ、なんかいろんな記憶が蘇ってきた。もう本当にいろんな失敗がありますね。もう本番直前まで声が出なくて大丈夫かなって、もう、すごくヒヤヒヤしたこともあったし、こう歌ってでこのパートは私が歌うってこう割り振ったのに本番ですっかり抜けてそこを歌わなかったで他の方が歌ってくださったりとか、もう言えばキリがないです。本当にやり直したいこといっぱいあって、もう本当そうですか、はい、そんな松永さんがでもそれをずっと続けてきて、もうああもうやめたくなっちゃっていうふうに思わないその原動力になったものっていうのはね、いやもう本当にもう何度こんなんじゃやめた方がいいって思ったか知れないんですけど、やっぱりこうお客様がこう私の歌を聴いてよかったって言ってくださる方がいらしたりすると、まあ、そういう方が一人でもいるうちは歌っててもいいかなと思いながら、すいませんって思いながらもう少しでもいい歌をお届けしたいなと思って、それが原動力ですね。なるほど。それが年を重ねられても一緒、ずっとまた先生方に学んでらっしゃいますよね。そうですね、もう幸いなことに私お世話になった先生方90を超えられてももうすごくもう凛となさってて、で素晴らしいステージももちろんお二人にもなられてたりとかして、本当にこういう先生もう足元にも及ばないけれども後ついていきたいっていう先生方に恵まれたので、もう生涯現役でもう歌ってもうパタッといけたらいいなみたいな思いで日々勉強しています。音楽の力についてはどのように思っていらっしゃいますか？そうですね、このコロナ禍において一番最初に多分音楽とか演劇とかそういうものってこう、しわ寄せが来るじゃないですけれども、こう命に関わるものではないような、こうちょっと置いといてもいいんじゃないかなっていう感じに思われてるかもしれないんですが、こうやっぱり、こう言葉が違ってもダイレクトにその人の心に届く、でそれを感じることで気持ちが幸せになったりとか、言葉を尽くすとなんかどんどん本質から離れていくことあるじゃないですか。綺麗だね、素晴らしいね、なんとかってこう
そうじゃなくて、その人その人がその音楽を直に受け取ることで幸せになったり、通じ合ったり、こう国境を越えてこれはいいなって思ったりできる、すごく、なんか薬よりも効くビタミン剤じゃないけれども、あの必要不可欠なものなんじゃないかなと思っています。だからしばらくこう活動ができなくって、久しぶりにみんなコーラスに来た時にこうわっと響いた時に、ああやっぱりすごい幸せだなって思いましたから、きっとそれぞれその人にとっての音楽の力があると思うので、やっぱり欠かせないものなんじゃないかなと思ってます。あのおしまいになりますね、あの、日々の生活で一番幸せを感じる時はどんな時ですかね。本当に些細なことなんですけど、もうちょっとしたことで、例えば去年買ったシクラメンがこう一冬越して、また今年さらに大きくなってつぼみがいっぱいついて花が咲いてたとか、あとはあのいつもあんまり上手にできない松茸ご飯が美味しく炊けたりとか、なんかほんのちっちゃなことなんですけど、そういうことがなんか幸せなのかなって思ったりしますね。いい感じの性格してるな松永さんは。そんな本当にあのほのぼろとさせてくれるね、松永さんとあのお会いしてると本日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。本日のゲストはソプラノ歌手の松永智子さんでした。本日はありがとうございました。ありがとうございました。今日の松永智子さん、はい、いかがでしたでしょうか。癒されました。あんな先生だったら私は毎回楽しみに歌の稽古に行けますね。そうですよね、やっぱり声がすごくあったかいし、はい、ものものとさせてくれるんでね、お人柄も本当に柔らかくって優しくって、なんか女神様のようなオーラでしたよね。だから長年続いてるんですね。そうですね、やっぱり先生が上手とかだけではなくって、お人柄やあの先生に会いたいっていう心理から長年何十年も続けられるっていうのは納得です。そうだよね、はい、ああいう人と一緒に年を重ねていく、そういうこともすごく楽しみの一つなのかなっていうふうに思いました。そうですね、いつでも団員募集だと伺いましたので、はい、よろしければ入団なさってください。ぜひ。それでは次回もお楽しみください。ミュージックライフ、普段と違ったアーティストの魅力をお届けしています。ぜひご覧ください。いいねもよろしくね。